どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッド、やっていきたいと思います。さあ、前回続きということで、早速、サツから逃げましょう。こっちだ。さあ、追跡。ほい。行くぞ。まさか、味方だったと。勝った、何してる。ああ、分かってるって。すぐに出られる。すぐそこだ。ああ、閉所恐怖症だったのか。だ、お前大丈夫か。心配すんな。心配になるよ。ほらね、あるんだよね、こういうところに。さあ、これだけでも全然売れそうな感じだけどね。お金にはなるね。行き止まりだ。待て、こっちから行けそうだ。ここは行けない。おお。どれかな。これでもな、あった、そういうことか。ああ、だな、それか力技で行く。力技。さて、よし、発電機か何かかな。そんなじゃ夜が明けしまう。いや、それありがとうよ。いや、母さん味方だったか。な、そろそろやばい感じがするね。よし、ここまで来れば大丈夫だ。本当？もっと石頭だと思ったんだよ。うせえ、勝っちゃ勝てっぞ。やっと来たわね。無事かクロエ。はあ、また地獄から追い返された。うん、見事に死んでやったぜクロエ。完璧な演技だ。珍しく静かだけど、どうかしたの。ああ、まあこいつがいつものようにやりすぎやがって。また始まった。まだ頭が痛い。はいはい。じゃあ痛くないようにしてあげようかしら。私抜きで楽しんだわけ。見せたかった二人のビビった顔、最高。はいはい、笑えます。で、問題は。ないわ、楽勝よ。つけてんのバレなかったか。全然。クロエ、それであの怖いババ様はどこにいる。あの倉庫にいるわ。グリーンのドアよ。だいぶ前に入ったけど、ずっと倉庫は真っ暗。まだ中にいるよな。もちろん。目は一瞬も離してないわ。誰一人も入っていないし、出てもいない。うん、こいつ本当にいるのかね。俺たちが来るとは思ってないんだろう。あいつらを見くびるのはやばい気がする。まあこっそり入ってこっそり出るだろ。それがいい。でもやばくなったら考える前に撃て。いいな。さあ、クロエも登場したね。一人でいただいちゃおうかと誘惑に負けそうだったぞ。前回で終わりかなと思ったけど、逃げてたもんな。もっとすごいお宝が俺たちを待ってる。まあ夢のお宝よりも目の前の現生だがな。うん、はいはい。まったく、こうなったらネイト、お前が正しいと信じるよ。さあ、銃もサイレンサー、サプレッサー付きやね。静かすぎるな。まあクロエは相変わらずって感じか。この前の件から何年後の話なんだろうね。正面から行くわけにはいかないしな。じゃ、登っていきますわ。ここで突っ立ってても拉致が開かないぞ。入れる場所がないか調べてくる。ここにいてくれ。気をつけろ。調べてくるで登るっていうのはね。すまん。相変わらずすげえな。さすがにそこは登れないよね。危なっ。こんなことバレるけどね。こんな暴れてたらさ、怪しまれるって。ちくしょう。ん？から？どこへ行ったんだ？
ってことはこっからどっか潜める場所があるってことか。いやー、結構ケイトは一筋縄ではなさそうだね。女ボスか。お、またまたお宝ゲット。ダメ。からどこへ行ったの。まあ、いや、お宝はゲットしたし、手前か。あ、いや、滑るね。こっちだな。これダメだね、マットじゃないんだ。さあ、行動通り。わかりづらい。わかりづらいね、定番のね。からどこへ行ったんだ。んじゃ、こう。まったく。はい、これでいいかな。中にお宝があるからそっちかなと思ったけど、そうじゃなかったってことか。一体どうなってる。じゃあ探し回りますか。うん？開かない。手を貸してくれ。行くぞ。車が見えてるやついるか。俺には見えない。どういうこと？本当にここか？そう、確かにグリーンのドアここよ。やばいぞネイト、これで置き去りになっちまう。奴らどんどんお宝に近づいちまうぞ。よし、手分けして隅々まで調べよう。必ず何か手がかりがあるはずだ。必ず何かある。奴らさっきまでいたな。排気ガスの匂いが残ってる。いやー、さっき散々死んだからな。いやー、ん？おい、こっちだ。これを見てみる。どれ？タイヤの跡。まだ乾いてない。どうやらここを曲がったな。お？おい、これ見ろ。はあ、よくできてるね。何かの仕掛けね。ああ、多分な。タイヤは4つ、台も4つ。サリー、そこに立ってくれ。2人はそことそこに。よし、みんな行くぞ。いいな。1、2の3。んで、これでいいはずなんだが。なんかありますな。そうか。そう、光だ。サリー、ちょっと照らしてくれ。ヘッドライトみたいに。おお、すっげえ。いやー、こういうのかっこいいよね。ねえネイト、こいつら一体何者なの。さあ、正体を知るためには奴ら、お前はバーへ戻れ。無線はつなぎっぱなしにしとけ。向こうに着いたら連絡する。ワクワクしちゃうね。いつでも準備をしておいてくれ。すぐ戻るかも。すぐね。あの子は業界一のドライバーだ。ああ、よし。腕もすごいけどね。俺は風変わりなんてもんじゃないな。地下を車で移動するなんて何者だ。誰にも後を追われたくないってことか。そんなに、はいはい、用意周到なのか。古いトンネルに繋がってるみたいだな。
あーこっちは行き止まりだから、そんじゃ違う道を見つけるしかない。そうだね、こっちだ。閉まってる。よし見てろ。トン。さあ銃もこっから使う感じやね。行くぞ。いや、やっとサプレッサー付きがついたね。はいはい、どうぞ。ちゃく頼むよ。なんだ？狭いところは苦手だ。少し急いでくれねえか。待って待って。おい、大丈夫か？俺は狭苦しい場所が大嫌いでな。それだけだ。とにかく行こう。これが何か。ダイエットしたらどうだ？わかったわかった。引き金にならなければいいけどね。なんかフラグにしか見えないんだよね。これは特に回さなくて OK。やつらがいる。おかしいぞ、さすがだ。いやいやいや、音鳴らしすぎやろ。何してる、サイレンサーは必要だぞ。いや、サイレンサーは必要だ。なんだけどさ、思った以上に音鳴るよね。オッケー、トンネルはこの真下だ。とりあえず道は間違ってない。ってことはもうバレてるってことだよね。ん？おお、危ない危ない。侵入してきてるって、追ってきてるのはね。おっと、こいつはかなり深いな。深いってもんじゃないね。おお、危ない。気をつけろ、滑るぞ。よし、指輪。なんだ、めちゃくちゃ金が見つかるけど。まだいるぞ、伏せろ。よし、いつでもいいぞ。いつでもね。終了だ。忘れたの？いや、忘れたというよりかは、なんだろう、四角ボタンでサイレンスしたかったんだけど、全然だったね。まあいいや、次行こう。上に通路があるみたいだ。上か。はしごもな。壊れてるみたいだぞ。気をつけろ、行くぞ。よし。じゃあ遠慮せず撃った方が早いってことだね、今回はね。あそこに門があるみたいだ。門か。特には大丈夫か。おお、なんかギミックが新鮮やね。おい、勝った。手伝ってくれ。今回こういうのがあるってことか。一人では無理と。よし、いいか、引くぞ。よっしゃ、危な。オッケー、行くぞ、勝った。ん？ん？ん？あ、いけたいけた。よし、さあ、だいぶ奥には来た感じがするけど。飛び降りるには高すぎる。首の骨落ちまだろ。くそ、行き止まりだ。
降りるしかないか。こっちだ。どこへ向かったんだ。さらに奥。なんだこれだ。勝ったあいつら何者だ。わかんねえ。だが誰にしろかなり行っちゃってるやつらだな。行き過ぎやろ。さあロンドンの地下。これを見ろ。ビクトリア朝がもっと古いもんだ。ずいぶん年季入っちゃってんな。おお、すげえな。抜けられるかも。こりゃ動かないな。ダメだな。おい待て、あそこ何か引っかかってるみたいだ。引っかかってる。誰か上がって動かせるか確かめろ。名案だ。誰がよ。まあだよな。俺しかいないよね。こっちか。さまさま、後ろ後ろ。だって登るってなったらネイトしかいねえもんな。危な。よし、もう少しだ。ああ、パイプが引っかかってたわけね。さすがイボ。行くぞ。それはゆっくりな。それはやばそうな感じもするけど。よし。あ、ネイトが乗ってる分って感じか。オッケーかな。こっちは上から行くか。お、こんにちは。一体ここは何だ。おお、斜め。あ、危な。いやー、明らかに戦闘がありますと言わんばかりの。おい、やべ、伏せろ。撃たなくてよかった。手を入れてありがとうよ。さ、もうちょい。おい。ああ、車あったね。よし、ここからは武器はなしだ。武器はなし。おい。ほっ。反対側行けるか。行けるね。よし。手を上げな。おいおい、道を間違えたんじゃないか。キングズクロス駅かな。動くな。勘違いだろう。俺たちは田舎者のアメリカ人だ。よくやったな、ネイト。さすがだ。いや、感謝しろよ。わけのわからん場所だな。こんなとこ見たことねえ。駅か何か。すごいね。ロンドンは朝クリ以来だけど、ちんぷんかんぷんだな。おい、なかなかやね。おお、すご。これは更に奥かなあ。奥っぽいね。でここ戻ってくるときに戦うんだろうね。下がれ。音を立てずにやるぞ。
ほい。痛そう。いいぞ、坊主たち。行くぞ。こっちに違いない。なんだこれや。おお、すっげえ。16世紀、チューダー様式だ。わあ、かっけえ、これ。すげえなー。なんかやっぱこの中世のやつはかっこいいよね、デザイン的にもね。なんだ、気持ち悪くてゾクゾクしてきちゃったぞ。気持ち悪くて。ダメだ、そこは行くな。まだ中にいるかもしれねえ。はい、確かに。こっちへ行こう。静かにな、ネイト。いや、だいぶ足音がね。おい、こっちだ。やっぱいね、美術品とか貴重品ばっかりじゃない、これ。一体何集めてるんだ。なあ、それ。アイアンメイデンがある。一体奴ら何者なんだ。言い訳はやめておきなさい。あの男は危険、見くびらないことよ。しかし、いかんながら。ねえ、何がいかん、うんざりだわ。あなたのせいで全て台無しになるところだったのよ。400年間封印された謎、ついにドレイクの秘密が明らかになる。これはどういうこと？どうされましたか？これは偽物。まさか。ありえません。この目で確認しています。本物のはずです。あら、そう。確かにこの手にして、奴が首にかけてた指輪は本当ですか？はあ、騙されたのよ。勝った。そうね。あなたたちは警戒を怠らずに。つけられたかもしれない。そこ、私ときなさい。彼らを探し出して指輪を手に入れる。手段は問わないわ。左スティックと、ああはい、カバー乗り越えね。さあさあ、上から。あ、まるで奇襲いけるんだ。マジでめちゃくちゃいいじゃん。これでとりあえずかな。これ裏にある組織は相当でかいな。いや、この書類もネイサン・ドレイクに関するものはって感じか。ん？見ろよこれ。なんだそれ。雲。えい、ネイト、集中しろ。時間がないんだぞ。ええ、そうか。だから時間。おい、なんだかわかるか。本だ。図書館なんだからたくさんある。偉そうに言うが、ただの本じゃない。T. ロレンスだぞ。アラビアのロレンスだ。分かってるさ。バイク事故を起こした日にドーセットから送られてる。35年5月13日。奴らこれを奪って彼を殺したんだ。奴ら？ああ、そう、奴らだ。正体は知らないけどな。そんなくだらないデタラメよ。あれは事故だったんだ。黒い車が彼を引いたって証言もあった。お前ら。じゃあ、裏工作か？かもな。ネイト。何？お前が20年間待ち望んでたものは。そうだ。
よし行くぞエル、オー、H、D、N。どうした？トアの謎。なんだと？トアってふざけてんのか？悪いが、あんたの先祖はとんだクソ野郎だ。黙ってろ、アナグラムだよ。ゴールデンハインド。ゴールデンハインド号。ドレイクの船。あ、ヒントだ。この部屋に隠されてるものだ。広がって探してくれ。何を探せばいいんだ。金字庫。黄金の目力。ああ、この犬がそこでつながるのか。絵かもな。なんでここにあるって思うんだ。絶対にここだ。バックランドアビーにあるかもしれねえぜ。何？船。わからないならいい。ドレイクの船の木材で作られた椅子がある。そこかもな。ああ、そうかもしれないが、いや、絶対にここだ。信じられない。ここは宝の山だ。もたもたしている暇はない。わかった。やつらが戻ってくるぞ。あったぞ。見つけた。あった。そこ、ドレイクの船の飾りだ。あれを触らないといけないから、でも触れないな。どうやって取る？これでしょ、これなんだけど。いや、分かってる、それなのは分かってるんだけど、どうやって取るかなんて。違うか。サイレン探すかよ。はい、サイレン探すかよ。いいっすね、銃使えねえしな。何が手に入るかな。まずい、バナだ。奴らだ、隠れろ。で、お、結果オーライ。やっぱり当たってた。アラビアに行ったら。おい、こっち手を貸せ。何してんだ。日記と解読機を頼む。そう、銃撃戦。やばい、銃がない。弾が足りない。お前、もう奪うしかないよね。よし、当たり判定ないんかい。だいぶ頑丈やな、あいつら。さて、くそ、わざかやる。くそ、やられた。えぐしろ。わかった。ここから出るしかねえぞ。まっすぐ進めば出口に着くはずだ。そうなんだっけ。いやー、意外と。いり、お前いつまで後ろに。近づくか、こうなったら。いり、
当たんないね。そう。よし。武器が手に入った。そんなに当たりませんか。あーやっぱ精度がめっちゃつけてるやん。あーおー危ない危ない。よし、ゲッチュのくそ、そこら中にいる。まぶしくて見えねえ。よし、次次。今度は何？よし。よし、あれ、あいつら後ろ引きやがったな。にゃいたい。思ったよりリロード時間かかったな。41発。ダメ？おい、はしごだ。早く急げ。おお。ショットガンは痛いよ。いやー、ついにちゃちゃ、意外とね、レーザー照準がなかなかクセモですな。ここにいたけどどっか逃げたか。ノーサートウッド駅だ、急げ。んじゃ急ぐか。これ当たんないの？やば、反動すごいな。お前は頭当たって死なないってどういうことだよお前。それはちょっとねえぞ。あ、そりゃない。ショットガンかっこよくなったね、ソードショットガンね。違う、ごめんね。ねえか、何かあるかなと思ったけど、
クロイ、聞こえるか？ノースアートウッド駅から通りに出る。説明してる暇はない。追われてる。なんでクロイ返事がないんだ？それもらう。こっちだ、急げ。倒せないんだろうな、まだ。もうちょい行ったらだろうね。痛い。あら、弾はいっぱいか。これじゃ走るぞ。下がれ下がれ。はいはい。早く早くしろ。いけ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 。おお、さすがクロエ。やっべえな。そしたらそいつが俺にもやってくれ、あいつを捕まえてやるって言いやがった。乾杯。うん。仕事に。よくやった。ええ。お前も一緒にこっちで飲もうぜ。ああ。地図が証拠だ。ドレイクは東インドで6ヶ月フラフラしてない。すぐにアラビアへ向かった。なるほど。ここからが面白い。これを見ろ。ジョン・ディーのサインだ。ジョン・ディーって？ジョン・ディーはエリザベス女王の側近でアドバイザーだ。みんなが知ってる。ああ、そうだ。偉大な数学者で航海士だった。時代の先を言ってた。暗号装置は彼の発明か。オカルトにハマっててマジで気持ち悪い。怪しい奴だったらしい。彼は女王への手紙には常にこのサインをしてた。女王の目として。007の走りだ。見ろ、007。おい、ちょっと黙っててくれないか。つまり、ジョン・ディーがドレイクたちをアラビアへ送った。ああ、多分ね。ディーと女王。あと、ウォルシンガンが。で、目的は？ま、そう。やっぱりそこが気になるだろ。ここでロレンスの登場だ。彼はアラビアのロレンスになる前は、いい映画だ、考古学者だった。まだ子供の頃から歴史が大好きで、騎士や十字軍の話に入れ込んでた。旅をしては十字軍に関係のある場所を記録した。全部ここにある。待て、何が何だか訳がわからん。それがドレクと何の関係が？今説明する。戦争の後ロレンスは、今度アラビアに戻るとしたら砂漠のアトランティスを探すためだけだと言った。伝説の都市は出てくるたびに名前がコロコロ変わる。ウバール、イラーム・オブ・ザ・ピラーズ、神中の都。でも内容はいつも同じだ。都市には富があふれ、高慢さゆえ神に滅ぼされた。ルブアルハレ砂漠に飲み込まれ、永遠に眠ることとなった。それがここだ。まあ、富があふれって部分は魅力的だな。ジョーとディーはそのためにドレイクを送ったのか。その通り。そして今ではマーローも追ってる。でも待って、ドレイクが女王の命令で都市を探しに行ったならなぜ隠したりするわけ？見つけたものを隠すために苦労したみたいじゃない。女王陛下にまで隠した。わからない。おっと、ごめん、今なんて言った？ねえ、ちょっと待ってよ。思い出してほしいんだけど、失われた都市を求めて前回地球の裏側に行った時はかなり危険だったわ。ああ、でも今回はかなり有利だよ。おい、見ろ、ドレイクの手がかりは全体の半分、ロレンスの手がかりも半分。俺たちは全部持ってる。マーローはゼロだ。ちょこっと言うと、ルブアルハリ砂漠は端から端まで1000キロもある。遊牧民と出くわすかもしれない。都市の場所が分かっても分かってないわけだが、探してる間に死んじまう。ちょっと待て、この印を見てくれ。ん？芝生みたいだな。芝生の文字だ。そうだ、十字軍もこの古代都市を探してた。今から1000年前に。でもロレンスが記録した場所の中で
この印がついているのは2カ所だけ。一つはシリア、もう一つはフランスだ。ああ、いや、二人はシリア、俺たちはフランス。手がかりを頼りにロレンスが言う都市の位置を絶対見つける。で、どうする？地獄みたいな1000キロの砂漠をどうやって旅する？ああ、都市は砂漠の真ん中だ。実際には500キロぐらいだろ。あら、わからないよ。なんとかするしかない。とにかく出たとこ勝負ってわけね。その通り。どう思う？何でも来いだ。やってやるぜ。この匂い、マジ耐えられねえ。そうか、慣れちまえばパラダイス。おいおい、なんだよ。何も言うな。ここからは歩いていくしかないな。なんだよ。大の大人が二人フランスのジャングルに迷い込んじまった。とにかく方向はこれで合ってそうだ。シャトーはこっちのはずだ。遠くはない。行こう。あ、遠くないだって？お前の言う遠くないはどのくらいか見当がつかない。昔ペルーで迷った時もそうだった。ペルーの話なら俺だって言い分がある。まだあの時のことを根に持ってんのか。あの時はまだ15歳だった。サリーと会ってすぐに無所に入る羽目になるとはね。お前が勝手にそっち方面に突き進んだんだ。俺はお前を無所から出してやった。いつも助けてやってる。さあ、ということでチャプター6ですね。フランスに行きましたね。結構今回はどこそこ行く感じかな。ということで、今回ここまでにしたいなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。